東京五輪ゴルフ男子最終日1日霞ヶ関 CC イコールパー71。最終日はメダル争いで大混戦状態。もし1、2、3位で同スコアの選手が複数出た場合にはプレーオフを実施する。上位3人の順位が決まるまで行われ、状況次第では翌日に順延される可能性もある。プレーオフ1組、金、銀、銅の場合は18ホール、10ホール、11ホールの順番で行い、決定するまでこの順序を行われる。プレーオフが2組出た場合、金、銀のプレーオフは18ホール、10ホール、11ホールの順番で、銅メダルのプレーオフは11ホール、18ホール、10ホールの順番で、メダル決定まで繰り返される。1位で複数の選手が並んだ場合には、金メダルをかけて行い、3位に複数の選手が出れば、銅メダルをかけて3位決定戦が行われる。もちろん複数の選手が2位に並んだ場合でも、順序を決めるためにプレーオフを行うことになっており、オリンピックでは極めて異例の2位決定戦が行われる可能性がある。